シャーロット・メアリー・ヤングは近代イギリスの小説家、文学者。ビクトリア朝のイギリスで活躍した女流作家の一人であり、神話や歴史、恋愛など多岐にわたる分野で創作活動に従事した。シャーロット・メアリーはウィリアム・ヤングの長女として1823年8月11日にハンプシャーのオッタ・ボーンで生まれた。家庭で教育を受け、ラテン語。 ギリシア語といった古典言語やフランス語及びユークリッド幾何学と大数学を学んだ。後に父による教育は非常に厳しいものであったと回想している。私は父から非常な努力と正確さを要求された。父は私をしばしば恐ろしい罵声で怒鳴りつけ、私はその度に泣かされていたが、同時にそんな父が褒めてくれることが励みでもあった。ヤングは 人生の長きにわたって、先制的な父の影響下に置かれ、結婚を含めたほとんどの人間関係もその範囲にあった。父の称賛は私の喜びであり、父の罵声は私の不幸だったと語っている。宗教的には熱心な性公会の信徒であり、地元の名士にオックスフォード運動の指導者である進学者、ジョン・キーブルがいたことは、彼女の生涯に影響を与えた。 1848年からヤングは児童向けに小説を書き始め、文才に恵まれていた彼女の小説は商業的な成功を呼び、作家として成功を収めた。1868年、オッタボーンの南に新しい行政区が作られた際、シャーロットは新しい町の名付け親になるように頼まれている。彼女は統合された村の一つであるイーストリーの 綴りをイーストリーから現代風にイーストリーへ改めた。作家になってからも日曜学校の教師として穏やかに生き、生涯を追った防音の街で過ごした。25歳の時から小説執筆に興味を抱いたヤングは作品を書き始め、生涯で160作の作品を世に送り出している。最初の成功は1853年に執筆された。 レドクリフの相続人で、印税の一部は南十字星号の公開費用として寄付されている。並行して、児童向けの文学雑誌、マンスリーパケットを主催、同志では、日曜学校に通う児童のために書いた作品が掲載された。単独による創作活動にも熱意を注ぎ続け、また実在する聖者や苦労人の伝記を執筆するなど、歴史小説にも、 視野を広げていった。ヤングの文才は大衆に広く好まれ、首相ウィリアム・グラットストーンもファンの一人であった。ルイス・キャロル、ジョージ・エリオット、クリスティーナ・ロセッティ、チャールズ・キングズリー、アルフレッド・テニスン、アンソニー・トロロープラ同時代のフミトラからも賞賛を受けていた。詩人ウィリアム・モリスと、後期、ラファエル前派の画家エドワード・バーン・ジョーンズは、オックスフォード大学在学中に、 レドクリフの相続人に系統して、中世時代の騎士道に時代錯誤な系統を見せるガイモービルは我々の仲間だと書き残している。作風については、トロロープ、ジェーン・オースティン、オノレド、バルザック、ギュスターブ・フローベール、エミール・ゾラと比較される。しかし、1940年代前後の現代文学の潮流の中で次第にヤングの作品は、 古典的で、解雇的と批判され始め、キリスト教的で古臭い価値観、乏しい人生経験ゆえに、世界観が、強竜と中は偏見じみた評価すら受けるようになった。評論家、カタリーナ・サンドバッチは、彼女の創作活動と、個人的な価値観を混同する傾向は、彼女の作品を常に苦しめたと論じている。こうした状況下から、現代文学の研究では、 出世作であり多大な影響を他者に与えた、レドクリフの相続人を除いてほとんど対象とされなかった。ありがとうございます。